疲れ様です。聞いたところによると最近は受験シーズンらしいじゃないですか。だからもう受験終わっちゃった子もいるけど、これから受験っていう子もいるよね。高校受験、中学受験もいるかもしれない。で、大学受験はもうすぐか。はい、みんな悔いのないように思いっきり勉強して試験に臨むんだ。でももうほんと毎年思うし、自分のことも思い出すけどさ、もうこんな寒い時期にやんなくてもいいじゃんね。だからもう朝早く起きてさ、寒いのにさ、なんなら雪とか降っちゃったりしてな。もう、うん。でもいろいろ大変なこともあるけど、なるようになるからさ、もう、やれるだけやって、で、結果ダメだったとしても、何?それもご縁だからさ、自分の縁のあるところにちゃんと決まると思うんで、でもみんな、それは思いっきり頑張った結果で、あると思います。なので僕はみんな、すべての受験生を応援するために、今からお祈りのために踊ります。いいですか?いいっすか?いいですよ。なんでその嫌な顔するんだ、お前は。行くぞ、もう。行くぞ。勉強をする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 ぞ。最強の合格合格、最強の合格合格、最強の合格合格、合格するぞ!ん?補欠合格。なんで補欠なのね。いや、残ってたね。いや、受かればいいんだもん。だって別に。残ってたから、残ってたから、落ちたかなと思ったけど、補欠合格。まあいいや、レイジングさん、見てろよ。これで俺がバシッと光るのが出れば全員合格。ね。これはもう、間違いないしよ。そんなこと言わない方がいいんじゃないの。そうかな。俺もちょっと今自分で言っててやばいなと思った。行くぞ!お、光って光って光って、もう見えちゃったもん、ほら。バチュール、タマンタ、グライガー、ほら光った!レアだけど。レアだけど。だから、まあ、実力相応のところに合格しますよって。無茶なところはやめとけってことでいいんじゃないの。はい。じゃあ皆さんの合格、結果発表を、コメント欄でお待ちしてます。頑張れ!最強!